こんにちは、なつかです。チュラチュラリン、ギザラです。はい、イエイイエイ。今日はネイルについてご紹介していきたいなって思うんですけど、いつも結構ピンク系のネイルとか夢川系みたいなネイルしてると思うんだけど、その画像とかってどうやって探してる？なんかインスタのハッシュタグとかで、なんか夢川ネイルとかふわふわネイルとかで探して、そっから可愛いのあったらそれを保存してなんか頼んでる。これ見せてください。そうで、なんか夏は前まで結構そうやって探してたんだけど、今ネイリーっていうアプリがあって、何それ？そう、なんかネイルの画像、結構インスタみたいな感じで紹介してるアプリがあって、そのネイリーっていうアプリが直接ネイリストさんに行ける、なんかお店を通してじゃなくって、直接ネイリストさんとやり取りができるから、すごい。そう、結構このデザインにしてくださいって言ったら、やったことある人だから、もちろんだからちゃんと安心感とかも、確かに楽だし便利。めっちゃそうで、そういうね、新しいアプリがあって、今日はそのネイリーっていうアプリを紹介したいと思います。はい。そのトレンドのネイルを探すこともできたりだとか、自分がこうフォローした人一覧できるページだって、ミューっていうところをバーって見ていくと、垂れた感じとか、今めちゃ流行ってる。全然トレンドわかんないから、それあんまりしないよね、トレンドネイルとかね。全然わかんない。そう、こういうのとか、フォローリングってところを押すと、夏がフォローしてる人のページになって、めちゃめちゃ可愛いの。シンプルなの好きなの？そう、やつも実は結構伸びてきてて、来週そのネイルをまたね、ずっとネイリーでひたすら探してたんですけども、このね、人間のマークを押して保存できる、そうマークがあるんだけど、インスタと同じマークだから、あ、そうそうそう、ね、そのマークをこうやってピンって見ると、こういう夏が今年じゃない、次やりたいネイルがバーって持ってて、やっぱね、安定に白のワントーンが可愛い、可愛い。そうね、保存してるのを見るとね、夏の傾向がね、わかる。確かに、確かに。次はね、オーロラっぽいのをやりたいですね。海に似合う感じのネイルがバーってあって、夏っぽいね、めっちゃ。そう、そういう感じで保存ができて、このまま見捨てればさ、もうお店でできちゃうから、それを今回はね、ゆずはちゃんにもやってほしいなと思って、やってみよう。でも意外とね、スカルプネイルがするんだよね、いつも。なんかいいのあったらさ、そのまま予約とかもできるからさ、やろうって。確かに。どういう系が好き？やっぱピンク？ピンクで、ちょっとゴテゴテしてるのが好き。これ可愛くない？ちょっと大人っぽくいけますね。これ可愛い、これ可愛い。ハート好きだね。好き。どうですか、可愛いのありますか？可愛いのあるけど、なんか全部遠いところが多い。確かに大阪とかね、結構なんか気に入ったデザインがね、大阪とか愛知県で結構透明なのがある。で、これ場所検索できないの？それできるんですよ、なんと。そう、場所検索もできるから、自分が行きたいこう、駅名とか都市名で検索もできるから、これ虫眼鏡のここに押してもらって、なんかネイリストを探すっていう検索のところに場所っていうところがあるので、その場所をね、選択してもらって、どこが行きやすいですか？実は渋谷がいいです。渋谷、はい、渋谷あたり、関東。ここピンクあるよ、かわいい。でもこっちが好みかも。ネイリストさんのバーって一覧みたいなの出てきて、いいのありますか？いいの探し中です。ラインする。はい。じゃあ決まったらですね、このデザインと同じやり放題とか、ジェルスカルプし放題だよとか、ストーンつけるよっていう、そのネイルの情報メニューが分かる予約のボタンが下のね、青いボタンがあると思うので、それを押してください。押します。はい。そしたらね、あとパーツ別だよとか、ジェルネイルし放題だよっていうのが出てくるので、それでよかったらこのメニューで予約っていうボタンを押してもらって、はい、で内容が全部書いてあるので確認してもらって、次に日付選択ですね。はい、
20日の12時半からにします。お昼に行きます。うん、はいはい、ということでですね、はい、あとはもうクレジット払いか、そのネイリーのいいところって、うん、もう一個アトネの翌月後払いっていうものがあって。何それ？そう、これクレジットだったらその場でこうショリンって切れるんだけど、でもいつの年齢だとそう、自分たちの年齢だと、うん、未成年の子とかって結構クレジットカード作れないことがあったりとか、デビットとかもあるけど作ってないよっていう現金の子が多いと思うんだけど、このネイリーはアトネっていうのを選択すると、翌月にそのアトネの支払いしてくださいっていうのがお家に届くから、それを持ってコンビニに行ってもらって払ってもらうっていう。じゃあその場では払わなくていいって。そうだから、なんなら現金を持って行かなくてもネイルしてもらえるよっていうやり方の、だから結構今月ピンチだけどネイルしに行かなきゃとかっていう学生さんとか大学生さん、ゆずよくある。結構そういうの結構ねお金かかるじゃん、ネイルって。だからそういう方とかでも、うん、こういうアトネっていう機能を使えば、うん、翌月で大丈夫だよっていうのがついてる素晴らしいネイリーさんでございます。素晴らしい、ね、すごい。じゃあこっちアトネにしますか。はい、アトネにします。そしたらコンビニのね、結構いろんなコンビニで使えるので、うん、ご近所にあるコンビニを使っていただいてお支払いしてもらえれば、はい、あと完璧でございます。完璧に。はい、そしてもう一つお得情報がありましてですね、うんうん、7月末までにご予約された方には1000円オフクーポンがついてきます。イエーイ。じゃあ10回行ったら1万円ただですね。そうなるらしいです。へえー、いい感じ。例えばハンドでこの人に行きたいけど、そんなにハンドとフットね一緒にやる時間がないから別でフット行きたいよっていう人は、どっちも1000円オフになるから一緒に行くよりちょっとお得になるかもしれないっていう素晴らしいクーポンが7月までだったらね何回でも使えるみたいなので、うん、使おう、ね、これめちゃめちゃお得だよね、うん、超お得、うん、これを使ってね皆さんちょっとでも高いネイル代をちょっとでも安くして、うん、ぜひネイリーね素晴らしいアプリなので使っていただけたらなと思います。はい、ということでですね、今日はこんな素晴らしいネイルアプリネイリーを紹介させていただきました。どうでしたか、うん、感想は。めちゃくちゃ便利で、トレンドとか分かんなかったから、うん、すごいトレンドも知れるし、なんかすごい可愛いネイルのデザインとかいっぱいあったし、なんかこれから使っていこうかなって思った。そう、そういうことなんです、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。クーポンもあるし最高みたいな。そう、これからね夏休みがみんな近くなってくるかなって思うので、うん、ぜひ休み期間にネイルする方だったりとか、はい、ネイリーで検索してみてください、はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。バイバイ。バイバイ。